フランス革命徹底考察。フランス革命は18世紀末から19世紀初頭にかけてフランスで起こった重要な歴史的な出来事です。1789年のバスティーユ牢獄襲撃をきっかけに、絶対王政体制に対する民衆の不満と不平等への怒りが爆発しました。以下にフランス革命の主な背景、進行過程、そしてその影響をいくつかの要点に分けて考察してみましょう。社会・経済的背景。フランス革命の背後には社会・経済的な問題がありました。フランスは貴族層と一般市民の間に莫大な財政格差が存在し、一般市民は高い税金と負担を強いられていました。また農民たちは重税と封建的な束縛に苦しみ、社会の頂点に君臨する貴族に特権的な地位が認められていました。啓蒙思想の影響。啓蒙思想は理性と平等の原則を強調し、人権と市民の権利を主張する哲学的運動でした。啓蒙思想家たちの著作やアイデアはフランスの知識人や市民に影響を与え、絶対王政への批判が高まる一因となりました。第三身分の立場と三部会。フランスの社会は3つの身分、第一身分聖職者、第二身分貴族、第三身分一般市民に分かれていました。一般市民は重要な役職や政治的発言権を持っていない不平等な状況でした。そうした中、1789年に召集された三部会各身分の代表機関は、第三身分がより公正な政治参加と権利を求めて立ち上がる契機となりました。バスティーユ襲撃と国民議会。1789年7月14日、バスティーユ牢獄が襲撃されました。この事件は、封建制度と絶対王政への抗議として象徴的であり、フランス革命の始まりとみなされています。その後、国民議会が樹立され、市民は立法機関における発言権を持つようになりました。立憲君主制と革命の進展。フランス革命は次第に過激化し、王政自体に対する要求が高まっていきました。1791年に立憲君主制が実現し、国王ルイ16世は一時的に憲法制度の下で統治されましたが、革命の流れは続いていきました。ジロンド派とジャコバン派。ジロンド派とジャコバン派はフランス革命中に台頭した2つの主要な政治グループでした。ジロンド派は穏健派であり、革命を抑制しようとしましたが、ジャコバン派は急進派で、より急進的な改革を追求しました。国民公会と恐怖政治。1792年に立憲君主制が崩壊し、共和制が宣言されました。その後、国民公会が権力を掌握し、恐怖政治時代が始まりました。ジャコバン派の指導者ロベスピエールは恐怖政治を推進し、多くの反対派を処刑しました。ナポレオン・ボナパルトの台頭。1799年、ナポレオン・ボナパルトはフランスの政治的混乱を収拾し、軍事クーデターを起こして権力を掌握しました。彼は後に皇帝として即位し、フランス革命の理念を背景にしたナポレオン法典などの法制度を導入しました。フランス革命はフランス国内の政治体制だけでなく、ヨーロッパ全体の政治、社会、経済にも大きな影響を与えました。またフランス革命のイデオロギーや人権思想は、後の世界の革命運動や近代的な政治制度にも影響を与えました。しかし、革命の過程は流血と混乱を伴い、多くの犠牲をもたらしました。